ス、ピス、ピス、ピピス、ピアス、ピ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 アス、ピアピー。完全に熟睡中の、霊夢ちゃん。嘘つけ、絶対起きてんだろう、いこら。てか今日はソフトクリームのコーンがベッドなのね、後ろのベッド捨てろやもう。お前スズメだろ、絶対出す声間違えているだろ。やっべ、もうこんな時間、急いで学校行く準備せねば。コーン帽子になっとるし。ああ、でも暑いな、今日もまだ5月だっていうのに最高気温28度か。しかも今日は5時間目、一番暑い時間に体育の持久走とかしぬ、あ学校行きたくねえ。でもずる休み、うちのママンには体温計細工とか小細工は効かないのよね。こうなったらしょうがねえ、最終手段、ママンも手が出せない場所に。さあ何をする気でしょうか。ちょっとあんた、いつまでおトイレ入ってるのよ。もう出発しないと学校遅れる時間よ。ぬおーおー待ってママン。ちょっと猛烈にお腹が痛くてやばいのよ。あ、お腹の調子悪いのね。大丈夫そう？ちょっと苦しい。おー、ピピクアップの SSR キャラクター。おいこれアプリで遊んでるやんけ貴様。え、何か言った？大丈夫よママン。ちょっとそこにいられると出るものも出ないから、少しほっといてちょうだい。それもそうね。何かあったらすぐ呼んでね。あ、ありがとうママン。あとはもう完全に遅刻な時間までここで粘って、苦しそうに出て行ってそのまま休みコース確定。視聴者様、ずる休みエピソード。朝からお腹痛いアピールでトイレに行き、登校時間まで立てこもり、そのままお休みコース。すごい徹底ぶり。ってことで本日は皆様のずる休み茶番2回目、お楽しみくださいませ。やっべえ、水シャワー寒すぎるぜ。この状況をスマブラのキャラに例えたら間違いなく。寒すー。いや、スマブラのキャラに例える意味。さあ、これで第一段階終了。第一段階？おーし、あとは冷房ガンガンのこの部屋で明日まで眠ればきっと間違いない。風邪ひいてマジの体調不良で正々堂々休んでやるぜ学校。視聴者様、ずる休みエピソード。冷水シャワーからの裸で就寝。マジで体調不良を作り堂々とお休み。いやそこまでやるのかー、どんだけ休みたいのー。てかこの場合はマジで体調悪いわけであって、これはずる休みなの何休みなの。ちょっと今日学校行く気がしなくって、つい仮病で休んじゃったけども、なんかこんなに一生懸命心配して看病してくれてるママ見ると胸が痛むわね、罪悪感で。今も特製栄養満点の野菜を粥を作るために買い物行ってくれてるし。一応用意してくれてた体温計、使ってみたけどもまあ平熱よね。てー、マジでちょっと熱あったんだが。視聴者様、ずる休みエピソード。学校行きたくなくてずる休みしたら、まさかのマジで熱があってずる休みじゃなかった。これはあれかしらね、どこかでやっぱ体がだるくて行きたくなかったのかな。ってことで以上、視聴者様ずる休み茶番でした。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき誠にありがとうございます。もしよろしかったら動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。